感じで、今から新勝に打ち取っていくという気持ちで、強くなってました。バケバンは、ピッチングとなりましたけれども、同時を同時を締めるピッチングでした。本当に、ドラリクラリっていうピッチングだったんですけど、シャーサンドリードの引っ張られて、またヤシのプレーも引っ張られて、なんとか終わりました。打線の援護ありましたね。はい、でも大谷さんはここ地元埼玉出身ということで、また毎年西武ドームのこのカウントダウンの皆さんがとても多いんで、その声援になったらI'm sorry.